皆さんも昨日、ただくりさんのなんか恋愛偏差値の低さっていうか、恋愛経験のなさが今になって浮き彫りになってますよね。で、よく彼が言うには、一途なことはいいことだっていうじゃないですか。で、反応ない人に、まあ、LINE とかしてて、まあ、何発も行くとか、直接ね、その人も反応ないのに会いに行くとか 言ってるじゃないですか。で、それが一途でいいことだ。で、その一途っていうのが遊びじゃないっていう、本気だっていうのが伝わるからって言ってるんですけど、すごいよね。はっきり言って、あともう一発違うことで、なんか相手が社交辞令でさ、またよろしくお願いしますとか、そんな感じで終わっていきなりブロックされて、これはおかしいよね、いけないよねとか言ってるじゃないですか。で、それってさ、普通なことなんだよね。女性っていうのはさ、基本建前で社交辞令だし、まあ、気分の生き物なんですよね。で、基本はその、男は愛されたい、女は愛したいっていう生き物なんですよ。で、本当に女は気分屋なんですよ。で、ただくりが、言ってることっていうのはさ、女性に対して、普段の仕事のルールとか、なんか、日常生活の常識的なルールを女性に求めてるんだよね。だから、仕事だったらさ、はい、わかりましたって言ってやんなきゃいけなかったりとか、約束決めたら、しっかり、ね、約束守るとか、言ったことはやる。ね。時間を決めたら守るとかじゃないですか。でもそれっていうのは対女性になると、それをきっちり守る、きっちり守ってもらえるっていうフィールドではないんだよね。それが対女性じゃないですか。だから、もう一寸先はハプニング、もうドタキャン、もう綱渡りなんだよね。男と女なんてもんは。でも、ただくりはなんか、その女に対してそのルール通りに動かなきゃいけない。で、動かなかったらおかしいじゃねえかって言うわけじゃないですか。それも一言に言うとね、もう、自己責任なんだよね。自分の責任。それを相手に、いきなりブロックしたとか、約束を守ってないとか、言ってることとやってることが違うとか、ここでなんかブチって切れるのは間違ってるって、まあ、思うのはいいんだけど、それを思ったり言ったり考えたりしても意味がないんですよね。だから、女はそういうもんだし、そうなってしまったのは、相手が、なんか筋違いとか、不誠実って言ったところで意味がないんだよね。だから、所詮ね、相手の食いつきを上げられなかったら自分が悪いって考えるしかないんだよね。本当に魅力を感じる異性、男性ならば、女性は、しっかり、へりくだって、ちょっと敬意を持って、まあ、すごい仲いい友達みたいな感じ、で、接してくれる場合もあるし、な感じでついてくるんだよね。でも、違うなって思ったら、まあ女性っていうのはさ、短いわけですよ。花でいられる時期が。だからもうちげえなと思ったら、もうすぐ損切りするんだよね、男を。で、そうなったらもう終わりで、だからそうならないために、先回りしなきゃいけないわけですよね。そこを分かってほしいなって思うんですよね。で、今のそのタタフリさんが、どうすればいいかっていうのは、もう単純に女性の仕組みっていうか、女性の原理原則みたいなものを知るしかないよね。だから、ただ振りはその一途であることがいいことって言ってんだけど、いや、それもおかしな話で、一途になるっていうのは、お互い相思相愛になってから一途になればいいんだよ。でも相思相愛になってないのに、お前のことが好きだ、俺は好きだって一途になるっていうのは一方通行じゃん。キャッチボールできてないじゃん。だから、まだ、スタートラインに立ってないのに、一途っておかしいよね。だから一途っていうのは、相思相愛になってから、女性の食いつきをしっかり上げるようになってからが、スタートラインに立ったと思うんですよね。そういった意味で、ただマッチしただけ、出会っただけで、何も始まってないんだよね。向こうには選ぶ権利があるし、で、要は、ただぶりさんはじゃあどうすればいいかって話になると、まあ、その分母の数を増やすしかないよね。だってユーチューバーとしてね、ただのフリーターで成功するまでに、すごいいろんなことをしてきたわけじゃないですか。YouTube の中でもね、4、5年かかって、チャンネルをね、作っては消して、作っては消してとか、その前は T シャツ売ってたとか、芸人やってたとか、分母を増やして成功したじゃないですか。だから、たくさんの女性と会って、なんか、これは手応えあるなっていう子と出会うしかないよね。そうすれば、スイスイうまくいくから、途中でモヤモヤしたりとかさ、なんか LINE、なんか既読つかねえなとか、うーんってなるような相手っていうのはさ、
もうダメなんだよね。うん。反応いい子っていうのは、最初から反応良くて、スイスイ行くから。だから、そのなんかくじ引きだと思って、当たりを引くまで動くしかないよねって思います。いや、ただうりさんがじゃあどうすればね、恋愛、婚活うまくいくかっていうと、まあいろいろやってみるしかないよね。で、もっと言うと生配信で、女性のことをうだうだ言ってる暇あったら、まあ動きやって俺思うんだよね。そこでうだうだ言ってることがもう無駄だし、本気でね、叶えたいならって思うんだよね。で、マッチングアプリで一番ハードルの低いやつ選ぶといいと思うんだよね。お見合いとか結構低いって言うんだよね。イケメンじゃなくて年齢がいっててもマッチしやすいとか、ペアーズでダメなのお見合いにするとか、ウィーズも結構マッチしやすいって言うんだよね。まあ、あれは若い人もやるけど、年齢いってる人もやるから、マッチングアプリをいろいろ変えて自分に合うものをやる、まあ、トーカレとかあるよね。あと思い切ってマイナーな、あんま名前も聞いたことないやつをチョイスするとか、マッチングアプリもいろいろ試行錯誤する。あと写真もちゃんと人に撮ってもらう。うん、ちょっとお金払ってでも、専門家っていうかさ、まあ、1万円ぐらいで撮ってくれる人いるから、ツイッターとかで探せば、うん、フリーランスの人とかで撮ってもらうとか、あと、バーに行くとかもいいんじゃないのかな。そういうね、ハブとかね、そういうナンパバーっていうし、あと東京だとパブリックスタンドってあるんだけど、まあ、タタフリさんの住み合いにはあるかわかんないけどね、それ系のところに行くとか、とりあえずいろいろやってみるって思うんで、あとクラブだよね、クラブ。踊るクラブに行くっていうのもいいと思うんだよね。そこで、月に何回かね、オールする。で、そこで女性に声かけまくる。で、うん、出たとこ勝負で、なんか、強くなっていく。で、やっぱ婚活パーティーとか、きちっとした、そっちのやつね、婚活、マチコンとか、そこはね、やめた方がいいなと思うんだよね。やっぱ、そこに来る女性っていうのはやっぱ打算的だし、足元見るっていうかね、うん、あんまいいとは思わない、俺はね。うん、もっとなんか、遊びでいいと思うんだよね。だから、あと女性に対して、なんか、ただ振りってなんか、掴もうとするよね、女性を掴もうとする。でさ、それもなんか良くないんだよ。向こうはなんかさ、壁際に追い詰められて、こうやって銃口、つけられてるような感じがするからさ、女性に触れる、触らせてもらうぐらいでいいと思うんだよね。感覚としてね。掴もうとするから、逃げられるんだよ。だから魚としてる、魚って掴もうとするとなんか逃げるじゃないですか。でも、触れるぐらいでいいんだよ、魚って。その方が、それを見てる違う魚も、触れている人に対してはちょっと寄っていこうと思うけど、こう掴もうとしてたら、他の見てる魚も、なんかこいつ危険だなと思って、本能で逃げるじゃないですか。だからそういうのもね、ただ振りだなと思うんだよね。すごい顔をね、近づけて、なんか喋ってるような感じだよね。女性に対してね、例えで言うとね。だからなんか、余白がないっていうかね、隙間がない、遊びがないんだよね。うん。だから、もっとフランクに、うん、楽しく、ゲーム感覚でやった方がいいのかなって思いますね。で、とりあえず、なんか、体の関係をね、持つ、そこを目指せばいいんじゃん。意外と今ね、エッチはできても恋愛ができない人って結構多いんだよね。まあ俺もそうかもしれないんだけど。だからそこをすればいいじゃんと思うんだよね。で、それがね、まあ、恋愛につながらなくても、そこで慣れれば、ゆくゆくは恋愛になるとか、いきなりなんか恋愛結婚ってしようと思ってるじゃん。それがなんか、やっぱ相手の女性をね、壁際に詰めてこうやって銃口を向けてるような感じで、相手もプレッシャーだし、なんか、余白がない、隙間がないのが伝わっちゃってんだよね。そういうの女性っていうのは察知して逃げるから、だからなんか触れる感覚、うん、掴むんじゃなくて触れさせてもらう感覚で、楽しく明るく、うん、だ活動すればいいと思うよ。うん。だからそれをするために、女性と対面している時以外も、楽しく明るく、なんか、触れさせてもらってるような感覚かな。肩に力抜いて。だから、ただ振りってね、多分数字、ばっか見てさ、YouTube の、あ、こんだけね、行ったとか、なんか眉間に幸せでさ、こうやってなんか、見てると思うんだよ、YouTube のデータとか。それを女性にこうやってたらさ、嫌じゃん。だからもっとなんか、フランクさとか欲しいんじゃないと思います。まあ、今回の動画は、すごい真面目に話したし、自分の持ってる知識とか、うん、アドバイスは、存分に詰め込めたつもりです。頑張ってほしいです。どうもありがとうございました。